にちは、骨ボーンのボーカルのエミリとギターの川口です。今回もですね、読者さんから送られたメッセージをもとに我々骨ボーンが骨ボーンなりに歌でアンサーしてみました。いつもと違う、友情についてのお話なんですけども、聞いてください。笑い話。辛い毎日乗り越えて、せっかく手にした喜びを、本当は君と一緒に笑っていたかったな。最後の思い出を悲しいことばっかりしたくないよ。私はずっと君からね、いつかこの思い出が笑い話になって、あの頃のように君が隣にいて、今だけはそのままで、君はそのままでいいよ。全部受け止めたらいつか戻ってきてね。はい、いかがだったでしょうか。私にもね、似たような経験あります。だからなんかすごく、ああそんなことあったなって思うけども、今思い返すと、それ含めていい思い出だったなって思えてます。また新しいメッセージをお待ちしております。